こんにちは、税理士の宇場敏子です。今日は電子帳簿保存の話をしようと思います。皆様が不安に思っている電子帳簿保存の対策、この準備というのは実はこれからの時代、事業者の自己防衛のためには必須になってしまいます。対策は何もしないという選択肢は残念ながらありません。ルールを無視していると帳簿の備え付けをしていないとみなされてしまうリスクがあります。最悪の場合、税務上の不利益を被ることもあります。確定申告が終わった今だからこそ、もう一度全貌を確認して最低限の準備をしておきましょう。今日はその義務化されたと言われている部分だけをピックアップして、無料でできる対策のお話をしていきたいと思います。今日のメニューはこちらになります。まず電子帳簿保存法とは、もう一度おさらいしておきましょう。そして義務化されているのはどの部分なのかというお話もしていきます。でその義務化されている部分について、実は EC サイトの対策がちょっとめんどくさいなということがありますので、 Amazon と楽天の場合を代表的な例として確認していきます。そして最後に、結局じゃあ結論として何をすればいいのかというところで、最後まとめていきたいと思います。最後に私からおすすめの便利なツールもご紹介してますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。この動画では電子帳簿保存でも義務化されている電子取引の部分について、特に EC サイト上の取引について解説していきます。ポイントを押さえて不安を取り除いていただければと思います。ではまず最初に、電子帳簿保存法とはというところから入っていきたいと思います。電子帳簿保存法というのは、事業者が帳簿や重要な書類を電子的に保存するためのルールを定めた法律になります。この法律は、紙で今まで保存していた書類を電子データで保管するということを認めることによって、事業者の業務効率化やコスト削減を促進することを目的としています。ただし、電子保存するためにはデータの改ざん防止、読み取り可能な状態の維持、データ管理体制の整備など、国税庁が定める一定の要件を満たす必要があるんです。現在ルールは大きく3つに分かれています。こちらになります。電子取引というルール、電子帳簿電子書類についてのルール、それからスキャナ保存についてのルールというふうに3つ定められているわけなんですけれども、実はこの3つのうち、一番上の電子取引というものだけが義務化されていて、下の2つについては任意というふうになっています。ですので、ペーパーレスを推進していきたいというふうに積極的に取り組む場合には、下の2つにもチャレンジしていく、最低限ルールを守るところだけやりたいという場合には、一番上をひとまず対策しておくというのが正解になるわけなんです。ではこの義務化されている電子取引ということについて詳しく触れていきます。電子取引というのは、電子取引についての2つのキーワードがあります。まず1つ目が瑕疵制の確保、そして2つ目が真実性の確保というものです。1つ目の瑕疵制の確保というのは、このようなことになります。まずはモニターであったりとか、操作説明書などを備え付けてくださいよっていうことです。つまりは、税務調査が来た時に目の前でこのモニターに映し出すことができる状態を作ってくださいということ。瑕疵制ですので、ちゃんと見える状態にしてくださいということですね。それから2つ目は検索要件の充足というものです。ここで見えてはいるんだけれども、見たいものをいくら探しても見つからないという状態では、税務調査が全く進まなくなってしまいます。ですので、検索したい日付や金額や取引先名というもので、ちゃんと出てくる状態にしておいてください。これが瑕疵制の確保というものの条件になっています。もう一つの真実性の確保ということについては、こちらになります。不当な訂正削除というものが行われないために、事務処理規定を制定して、それを遵守してくださいよということになっています。ではこちらについては、事務処理規定を作ればいいということになりますので、事務処理規定作っておきましょう。私がいつもセミナーで使っているレジュメをちょっと一つご紹介しますけれども、こちら、
これは国税庁が提供している電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定というものの一部になります。法人の例というふうに書いてありますが、個人の分も別途用意されているので、ぜひこの QR コードから国税庁のウェブサイトに移動してダウンロードして、自社の事業者名などに加工して保存をしてください。はい、電子取引でポイントになる2つのことをご紹介した後に、じゃあ電子取引ってそもそもどんな取引のことを言っているのかということなんですけれども、例えば電子メールなどに添付して送付をした見積書や請求書や領収書、送付状といったもの、同じくそれらを電子メールなどで受け取ったという場合もそうです。要するにやり取りが紙ではなく電子で行われているもののことを電子取引というふうに言います。ですので EC サイトなどからの買い物をしたという場合にも電子取引による領収書や請求書というものが発行されているはずですので、これも保存すべき書類は電子取引ということになります。これについてはすごく誤解される方が多いんですけれども、電子帳簿保存法冒頭に3種類あると言いました。もともと紙でやり取りしているものをわざわざデータ化するというのはこれには該当しません。スキャナ保存というものに該当するものです。ですので今回の義務化されている電子取引というものは紙で持っているものについては全く関係なくて、そもそも電子取引をしているようなものだけが対象になりますので、メールに添付されているもの、ウェブ上でダウンロードしなければいけないようなものということで捉えてください。そうすると具体例をイメージしていきますと、例えば自分から相手にメールなどに添付して送ったものというのは自分のパソコンの中で作成を何らかの形でしているはずです。ということはそもそも保存されているファイルということになりますので、そのファイルを会社あるいは事業者の専用の保存場所に保存できる状態を作る、これが必要です。7年間保存しなければなりませんので、それぞれの担当者のパソコンとかはやめた方がいいと思います。そのパソコンが壊れてしまったり、その担当者が辞めてしまったり、うまく引き継ぎがされなかったことによってそのデータがなくなっちゃったっていうことは通用しませんので、できればクラウドサービスだったりとか外付けの保存媒体、ハードディスクとか SSD みたいなものを使っていただいた方がいいと思います。そういったものに保存をしておくということが必要になります。送ったデータもそうですので、もらったデータについてもそうですよね。メールなどに添付されてきた請求書や領収書、注文書、見積書みたいなものというのは保存場所決めておいたところに必ず入れておく、これをやる必要があります。この相手から受け取るときにおすすめの方法というのを以前の動画でご紹介しています。ドロップボックスというシステムを使ったやり方なんですけれども、私が実際にやっているやり方でとてもおすすめですので、よければこちらの動画もご覧になってみてください。ではこの自分が送ったもの、もらったものという、そもそも PDF 化されている書類というのはまあ保存しなきゃいけないんだなっていうことを分かりました。で、めんどくさいのが一つあります。EC サイトでの購入、この履歴になる請求書や領収書というもの、これはですね、いちいちダウンロードしてきて PDF にして保存しなければいけない、とにかくめんどくさいなと思った方多いんじゃないでしょうか。だって Amazon とか楽天で購入するもの、文房具だったりすると何百円なんていうものもありますよね。何百円って言ったものについてダウンロードして PDF 化してなんていうことをいちいち全部やらなきゃいけないの、めんどくさいって思っている方いらっしゃるんじゃないかと思います。なので今日はここについて詳しく触れていきます。 EC サイトで購入した領収書どうする問題ですね。これが実は電子帳簿保存法の一問一答 Q&A という国税庁からの発表の中で3月に公表された情報で一つあれと思ったものがありました。実はこの EC サイトの買い物の領収書や請求書、今までの見解ですとその都度ダウンロードして自社の保存場所に入れておかなきゃいけないんだよっていうことになっていました。ところがですね、こういった Q&A が追加されたんですね。読み上げます。
ます。EC サイトで物品を購入したとき、EC サイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますかっていうやつです。これあるよねって私は思ってたんですけれども、これに対しての回答が、もうちょっと長いので黄色い部分だけご覧ください。当該 EC サイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存しなくても差し支えありませんということと、さらにはこちら黄色く塗ってる部分の上の方では、電子取引にかかる保存義務者、要するに事業者ですね。事業者が満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができますっていうふうに書いてあります。ということは、この EC サイト上の購入履歴の中で真実性の確保と検索機能の確保が満たされていなきゃダメだよっていうことを言ってるんですが、黄色の部分です。基準期間の売上高が5000万円以下の事業者、またはっていうのあるんですけど、ちょっと端折りますけれども、要するに2年前の売上が5000万円以下である事業者は、すべての検索機能の確保の要件が不要とされていることから、EC サイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、検索機能の確保がなされている必要はありませんということになっているわけなんです。ということは、つまり、5000万円以下、2年前の売上が5000万円以下の事業者などは、EC サイト上の購入履歴が見れればそれでいいということになります。いちいちダウンロードしなきゃいけないと思っていたものが、その中で見れればいいんだったらだいぶ楽ですよね。じゃあ今日はですね、実際に大手だと思われている EC サイトの2大巨頭、Amazon さんと楽天さんの購入履歴の確認方法と、いつの分まで遡ることができるのか、保存期間7年間ですけれども、7年間保存することできているのか、それから検索機能を満たしているのかという観点でちょっと見ていきたいと思います。まず Amazon から見ていきたいと思います。Amazon の場合に確認方法はこのような注文履歴を表示するというところから行くことができます。この注文履歴はおそらく電子帳簿保存の目的ではなくて、ご自身の過去の買い物のことを確認するためにご覧になったことがある方多いと思うので、特にこれは難しくありませんよね。じゃあこの注文履歴、いつまで遡ることができるのか。私のサイトではですね、Amazon の場合には初回購入分から今のところ閲覧することができる状態になっているそうです。ですのでこのようにですね、私の初回購入は2003年だったみたいなんですけど、2003年まで遡ることができました。過去の自分の買い物とか意味のわかんないもの買ってましたね。ちょっと面白かったです。で、続いては検索要件なんですけれども、検索要件というのは日付で検索する、金額で検索する、取引先で検索するという3つの方向性からの検索ができる必要があるわけなんですよね。まあ、ちなみにこれ5000万以下の人は不要なわけですけれども、実は Amazon でこの日付、金額、取引先で検索をかけてみたんですが、このようになりました。何も見つかりませんでしたというふうに、まあ、要は検索機能は満たしていないみたいですね。まあ、ただビジネスアカウントをお持ちの場合にはこれ大丈夫なようなお話聞いたことあるので、ちょっと確認してみてください。では続いて楽天の場合ですね。楽天の場合も確認方法はこちらのように、注文履歴を確認するという画面があります。ではいつまで遡れるのかということなんですけれども、まあ、初回購入分というふうには書かれていなかったんですけれども、私の場合には2007年まで遡ることができました。私の初回購入が2007年なのかどうかちょっとわからないので、そこの部分は何年という規定があるのかどうか調べきることができませんでしたが、少なくても2007年ということは17年間は遡れているということになりますよね。十分だと思います。
続いて検索要件はというところなんですけれども、検索できる項目がこのように出てきました。商品名、ショップ名、送付先名、注文番号というふうに出てきたんですよね。ということは、まあ、日付で検索することはできますよね。日付で何日から何日までのものを表示するということができるので、日付はできる。で、取引先もできそうですよね。ショップ名が出てくるので。ただ、金額での検索というのはちょっとできないのかなというふうに思いました。なので、検索要件すべてを満たすことは残念ながらできていないのかなという感じです。はい。というふうに見てきまして、EC サイトからのダウンロードの対策について、ここで結論ということになります。まず、これは事業者の規模にもよると思うんですけれども、2年前の基準期間の売上が5000万円を超えているような場合、検索要件を満たす必要がありますので、やはりこういった事業者の場合には、ご自身の事業者単位で定めた保存場所にダウンロードしておくことが必要になります。そうでないと検索要件を満たすことができないからということになります。で、一方で、この基準期間の課税売上高が5000万円以下である事業者であれば、検索要件を備える必要がありませんので、さっき説明したような注文履歴や購入履歴というところに表示されている期間が7年間以上あれば、それで大丈夫。要するに、そのアカウントにログインさえできれば大丈夫ということになります。忘れてはいけないのは、ログイン ID とパスワードということになりますよね。ちなみにこれはどんな人でもアカウントにログインできるようにしておくというのが可視性の確保につながると思いますので、ご注意いただければと思います。どんな人でもっていうのは税務調査に立ち会う人という意味ですね。では最後にですね、私からのちょっと便利ツールのおすすめというのをしたいと思います。この楽天の方ではちょっといいのがなかったんですけれども、Amazon の購入履歴というものからインボイスをちゃんと PDF にしてくれるという Chrome の拡張機能がありました。で、これすごく便利そうだったのでちょっとご紹介します。Amazon インボイスダウンローダーというもので、このようなものです。まあ、このキーワードで検索していただければこのサイトに行けると思いますので、この拡張機能をダウンロードした上で Amazon の注文履歴を開きますと、このように自動的に表示された注文情報のインボイスデータを作成というボタンが出てきます。このボタンを押すと、パソコンの任意の場所にですね、ZIP ファイルが保存されます。で、この ZIP ファイルを開くと、このようにフォルダの中に PDF がずらずらずらっと並んでくれるので、これ注文単位ごとにインボイスをダウンロードできていることになります。まあ、ファイルに日付も入っているので、検索機能を満たすための情報が、まあ一つはここに入っていることになります。で、さらにこの PDF を開きますと、ちゃんとこのようなインボイスが発行できるということも確認しましたので、個人的にはおすすめです。OS などによっては不具合が出てしまう可能性がありますので、絶対おすすめとは言いにくいんですけれども、私の場合には難なくこのサービスを受けることができました。これ作成された方すごいなと思います。ではここまでで今日のお話のまとめをしていきたいと思います。まず最初に電子帳簿保存法って何という復習の話をさせていただきました。そしてその中で義務化されているものは電子取引だよということで、電子取引のポイントになるお話をさせていただきました。さらに電子取引の中で対策しなければいけない中の一番めんどくさい EC サイトの領収書や請求書のダウンロードについて、具体的なやり方、そして取引履歴の確認方法というものをご紹介させていただきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。最後に私からおすすめの Amazon の購入履歴からインボイスを PDF 化してくれる Chrome の拡張機能をご紹介させていただきました。今日のお話はここまでになります。ここからはお知らせになります。ボイシーではほぼ毎日音声配信をしています。プライベートなことなども交えて気楽な感じでおしゃべりしてますので、ぜひ遊びに来てください。無料になります。続いてセミナー講師を積極的にお引き受けしています。大企業から中小企業までのセミナーの実績がございます。概要欄からお気軽にお問い合わせください。続いては書籍の紹介です。中小企業の経理の方にぜひ読んでいただきたい経理マインドの教科書、それからインボイス制度のことをすっきり理解したい方のためのインボイスと消費税がすべてわかる本、どちらもご好評いただいておりますので、ぜひお手に取ってみてください。
この動画の最後で私の公式 LINE のご案内をしています。アンケートの結果、その方その方の悩みに応じたオリジナルの他では見ていただけない動画を LINE で配信していますので、ぜひ登録してみてください。オンラインサロンのご紹介などもさせていただいています。それではまた他の動画でお会いしましょう。税理士の宇波敏子でした。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、起業間もない方、経理の初心者の方に向けて、わかりやすく丁寧な言葉で税金や経理のお話をしています。この機会にぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、コメント欄に記入もお願いいたします。私の公式 LINE では経理を楽にする方法や様々な補助金の情報なども配信しています。今ならお得な特典のプレゼントもあります。こちらの QR コードから30秒でお受け取りいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇波敏子でした。